シナモンを折ります。色紙の白い方を使います。三角に折ります。もう三角に折ります。この上の1枚を下のところで合わせて、ここに印をつけます。このついた印のところまで折ります。ひっくり返して、真ん中の線のところまで、真ん中の線のところで折ります。こちらも同じように折ります。広げます。この線のところまで折ります。こちら側も折ります。ひっくり返して、ここをちょっと持ち上げて、ここを手前に倒します。こちら側も同じように倒します。ひっくり返します。ひっくり返さずに、ここを倒しました。こちらを向きに変えて、ここをこのところまで折ります。ひっくり返します。この三角を少し内側に折ります。こちら側も折ります。ひっくり返します。今度はここをこの線のところで折ります。こちらもこうだからこの線のところで折ります。ここを2枚一緒にこのところまで折ります。ひっくり返します。この端のところを少し内側に折ります。繰り返します。この三角をここまで折ります。
ちらも同じようにここまで折ります。ひっくり返します。この角を少し内側に折ります。この角も内側に折ります。こちら側も同じようにして、シナモンの目を描きます。花も描きます。ほっぺを描いて、シナモンの出来上がりです。シナモンができました。みんなも折ってみてね。